はいどうも、楽しい美味しいご飯の時間ですよ。今日はですね、ちょいとありまして秋葉原近辺、秋葉原の駅近くにやってきております。でね、何を食べるかまだ決めてないんですけれども、そんなしょっちゅう来るわけじゃないんで、まあ美味しそうなとこ見つけて、ラーメンかな、ラーメンなっちゃうのかな、わかんないです、まだ決めてないです。美味しそうなところ見つけて、贅沢にねピボッと、美味しくいただいていきたいと思います。今日もめちゃめちゃ楽しみです。行ってみます。
Thank you.
はい、ということで行ってきました武将屋さんですね。いやいやいや、今回も素晴らしかったね。お久しぶりでしたけどね。前ん一番キンキンで行ったのは武将屋外伝さんだ。外伝さんで、その前も外伝さんかで、その前が武将屋さんかだったと思うんですけど、今回僕が頼んだのは武将ラーメンか、武将屋ラーメン、チャーシューが4枚だったと思う、乗ってて、海苔もたっぷり乗ってて、ほうれん草、卵も乗ってて、そうそうそう。で今回僕は油多めでお願いしました。最近なんか味濃いのを頼まなくてもいけちゃうような感じになってきて、まあね、なんかそういう風な変化もありつつ、まあ非常にね、今回やっぱ大人気でね、素晴らしいですよ本当に。すばっなんか盛り上がっております。で、今回もちろん味も美味しかったんですけども、いつも通り店員さんも最高で、前回僕がお邪魔した時と同じ店員さんがいらっしゃって、前回も僕がっていう風に覚えててくださいました、ありがとうございました。ということで武将屋、秋葉原駅のすぐ近く、武将屋さん、今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。また明日。